はい、どうも BM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。今回はですね、超絶ジューダスに、挑んでみたいと思います。で、今回はね、一人じゃこぼれぼっそいということでね、マルチでやりたいと思います。で、今回もモンストグループの、メンバーでいきたいと思います。ラビットハウスさんですね。はい、少々お待ちください。ジューダスは僕的にはまだ2回ぐらいしか挑んだことなくて、で、その2回とも負けてるのでまだクリアしておりません。はい。で、なんだろうな、うん、お、来ましたね。それで行くのかな。2人で行く感じですかね。僕多分無理っすよ。これで行くのか。クシナダドロシーだけど、まだもう一人ぐらい入るのではないかな。行っちゃっていいのかな。そこら辺ね、あんまり考えてなかったっす。クシナダで行けるのかどうか。もう他の端末は、もう他の端末はいけるのでしょうか。じゃあこれで行きたいと思います。なんか来ないよね。もう多分来ないよね。行ける、行けるかな。行け、まだ行く。行っていいのかな、行っていいのかな。行っていいのかな。行きましょう。じゃあ行きましょう。もう行きましょう。まあね、もしね、僕が間違っていたら、もう一回やりますから、もう一回やりますから。降臨が10時までなので、まだ間に合う。あ、おっと、ありがとうございます。フォローされました。ありがとうございます。ツイッターもやってますので、ぜひね、説明欄に、リンク貼っておきますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。はい、ちょっと通信が、重いですね。どうでしょうか。はい、では、ジューダスさん、ジューダスさんじゃない、ジューダスやっていきたいと思います。まずは、雑魚処理が優先です。真ん中にいるヴィゼラーが危ないんですけど、まず最初に、左の魔法使いを倒さないといけないということで、多分ね、縦勘じゃ倒せないと思う。まあ、同士倒せなかったけど、どんなもんですかね。減速してくるのか。なるほど、なるほど。まあまあ、減速だけだったらまだなんとかなるかな。大丈夫かな。でも一応ね、僕は最適性とされるドロシーを連れてきておりますので、あとはクシナダでね、なんとか、地雷をね、きれいに回収していければなと思っております。ほい。まあ、とりあえずね、ジューダス、こちらのね、超絶は、敵を、まず雑魚処理を、していかないといけないということで。はい。で、ビゼラ、魔導士、あと他のやつですね。アビロックとかもいるんで、まあ、そういったのが、ちゃんと、倒さないといけないと。お、ここで配置通りですかね。それか SS ダメかな。結構食らうけど、いいよ。SS ダメでよかったのかな。とりあえず回復めっちゃしましたけど、あの回復力あって無限に出てる感じ。ちょっとまだ2回しかやったことないからね、あのクエストをまだあんまり理解してない。まあ、とりあえず雑魚処理をしてからボスを叩く、中ボスを叩くっていうまでは勉強しました。なんとか SS ダメはできているけど、多分次で突破しちゃいそうだな。ちょっと斜め上でこんな感じでどうでしょう。 SS ダメが結構うまくできている。あいつ自身も回復するんですね。これはなかなかいい。突破しますか。お、いや、まだ SS ダメをする感じですね。
OK、できる限り SS ダメをする感じですか。了解です。でね、今のところね、あっと、これはきついな、これはきついぞ。よっ、エクシナダ今時計というか砂時計取ったのでね、あの SS 結構大幅に削れましたというか短縮できました。もう結構あれなんだろう、 SS ダメできますね。まだバトル1ですけど、ちょっとお付き合いしてください。あー、もう突破ですか。おお、はい、バトル2どんな感じだろう。まあこちらも雑魚処理を最初にしないといけない。でビゼラを先に倒さないといけないのですが、ちょっと遠いので近くの敵をね確実に倒していくということで、OK、 2体倒せればまあまあまあいいんじゃないでしょうか。ちょっとビゼラ倒せなかったんで、結構重いんだよね。でアビロックされる前にあのアビロは倒したいかな。お、スピードアップか。おー、いいね。しかも靴まで取ってる、かなりいい感じのスピードアップ。倒しましたね。バトル2は難なく突破ですね。これぐらい SS が溜まっていれば多分後半いけるんじゃないでしょうか。で私ここなかなか難しいよ。どうしよう、よいしょ。あー、やべ、倒せない、失礼しました。ラファエルの方に行った方がよかったかな。ラファエルと合ってるよねラファエルと合ってるよねちょっと倒せなかったけど、ああそうか、回復してくるのか。あ、自身が回復するのか。なるほどなるほど。でスピードダウンとか、おお、来ました。これは倒す、よし、よし、とりあえず雑魚処理で最後に中ボスっぽいやつを倒す。多分これで合ってるはず。でね、回復はこまめにしておかないといけません。まあ HP まあまああるんですけど、結構早いな、止まるの。いやー、こんな感じでいけるかな。いや、回復した方がよかったかな、今のちょっと回復した方がよかったかも。下潜りたいけどすごい減速率なんだよな、あれめちゃめちゃ怖いんですけど。あ、でも回復がやばい、めっちゃ回復できる。横にいないといけないね、これは。よいしょ、ゲージをちょっとね外せないからね。品田もちょっとゲージを外すとダメージオールなくなっちゃうからね、油断大敵。イエース、あ、キラーなんですね。なるほど。はい、バトル4、ここでもジューダスさん出てきましたが、雑魚処理が優先。よし、倒せ。あー、倒せない。まあとりあえずね、ビゼラーにちょっとダメージを加わせられたのでいけるでしょう。まあどうし、あ、直殴りでも結構、入りますね。で僕が次ビゼラを確実に倒し、確実に倒します確実に倒します。まあでも大丈夫でしょう。まず最初に雑魚処理はしないといけないので、攻めるのはこの後、ここから攻めていきましょうか。で上の地雷くんはねそんなに怖くはないんですが、お、やはり、雑魚処理ですね。はい、ここから攻めます。いきますよ。で減速もないので、どんどん攻めます。よっしゃ、あんまり近いとなんか短距離拡散弾でやられちゃうので、はい、で、あれですね、
少し離れたいっていう感じですね。さあ、あんまり時間かけてるとなんかちょっと怖い攻撃が来そうな感じがします。電撃ってあるんですかね。電撃はなんかボスではちょっと見たんだけど、この中ボスっぽいやつでも電撃あるんですかね。これはこれどうでしょう。あ、直殴り結構いくね。超絶にしては直殴りの方がいい。なんか爆絶はほらなんか直殴りの方が結構入るじゃないですか。超絶はあんまり直殴りで入るイメージないんですけど、やっぱり入りますね、ジューダスさん。はい、バトルファイト、ここでも同じくザコ処理、ビゼラーと魔導士を優先。地雷くんはね、最悪残ってもいいので。よし、まずビゼラーさえ倒れせればいいかな。で、その次に魔導士が、魔導士が行ければ。さあ、どうだる？つか、むしろここまで行ったの初めてなんですけどね、僕。多分、バトル1かバトル2ぐらいで僕死んでるんで、ここまで来たのは多分初。よしよしよし。あ、友情があんまり入らないか感じですね。だから直面ぶりがいけそうな気がする。で、窓下を押さないといけないので。いやー、これ結構きついぞ。よいしょ。よし。いやー、魔導士倒せないですね。なかなか。やばい。次の魔導士やばい。やばそう。やばそう。大丈夫ですかね。まあ、ラビットハウスさんならなんとか。さすがですね。で、これであとは、地雷マンはあんまり怖くないので、なんとかなるでしょう。で、僕ですかね。あ、攻撃力アップ来ましたね。あ、攻撃力アップじゃない。スピードアップか。なんかあれだな、こいつか、走りまくる。まあ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 、あそこの近くにいるとまずいですね。ちょっとラファエルさんが直殴りですか。おお、いいね、いいっすね。さすがですね。おお、さすがですね。おし、きた。初ボスですね。ボスまで来るのは今回初なんで、勝てるかな。ドロシーどこ行った。ドロシーここ、ドロシーはここ。まずはどっち倒そうかな。多分地雷あるんで倒せる。 OK、 まずは、雑魚処理を、ゆっくりしていきましょう。あ、でジューダス の、 右上の10ターン以内に倒さないと電撃が来るので、全体で約5万のダメージらしいので、やばいと。全回復していれば多分耐えれると思うんですけど、まあそれまでには倒したい。はい、来た、串灘。串灘は横勘で。よし。とりあえず雑魚処理。あ、だだ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 。めっちゃ痛い。で、SS はね、緑ゲージぐらいまでは、温存したいという感じです。ただ、僕のドロシー、多分、SS が早いので、多分、打っちゃっても、また溜まり直すことができるんですよ。ただ、減速のね、壁が出てるときは、ちょっとあまり打ちたくないので、まだ打たなくて大丈夫だと思う。あ、ラファエルさん、打ちます。ラファエルさん、素晴らしい。撃っちゃうんですか。そこで僕、どうする。これは撃っちゃうか、じゃあ。いや、撃つはなくても多分大丈夫。いくよ。よし。よしよし、今ので合ってればよかったはず。
SS は使わない方が良かった。でも早いから大丈夫だと思うんだけどな。で最悪クシナダが残ってるし、また溜まり直すことができるでしょう。で、今回こうバトル7クシナダが、溜まっちゃってるので、まずビゼラ倒します。アンパイ OK で、上のギラ君をね倒そうと思いますが、どうだろう。あ、でもまあそれ直なびでいけますね。でここで、ボスを倒したいわけですけれども、近いとやばいですね。クシナダを引っ張っていきます。あー、くそ、ちょっとまずいところに行っちゃいましたね。てか減速の壁がちょっと見えなかったから。減速がでかすぎる。よし、あ、やばいぞ。2体近い。あ、ぶたつ、よし、直なびで、あ、地雷を拾って殴った方がいいかもしれませんね。ただもう地雷倒しちゃったんで、もう突破するしかない。なるほど、ラファエルさんはラファエルさんと、ドロシーさんはまた溜め直すことができますね。よし、これで最終ゲージいけたかな。最終ゲージです。あー、ここか。最終ゲージですが、よし、とりあえずザコをね、処理する。そう、SS とか打ちたい衝動が出るんですけど、まだ打つところじゃない。ストライクは確かくっつくやつですよね。ピンポイントにダメージを与えます。なのでちょっと、あ、そっか、弱点ないからな。さあ、クシナダ来ましたよ。どうしましょうか。いっちゃおうかな。ちょっと薄く、こんな感じでゴー。よら、削れるか。まあ、雑魚処理がね、最悪できればいいや。はい、結構削れたんじゃないですかね。で、あれは俗で死ぬ。おいや、死なねえ。で、大丈夫だと思います。はい。そう、ラファエルさんが撃ってくれれば。あとはラビットハウスさん、頼みますわ。で、まあ、ドロシーも溜まったんで、ドロシーでみんな当てて、駆け巡ることもできる。危ない。ちょっと一瞬でもね、ミスるとまずいからね。いやー、どうしよう。ほっ、どうだ、いけ。あー、やべ、やっちったかな。しまったー、しまったー、壁見てなかった。減速の壁にぶち当たりましたね。すいません、ストライクで頼みます。よし、さすがですね。さすがジューダスをいっぱい回ってるだけはあります。いやー、ありがとうございます。なんとかね、勝てましたね。ちょっと最後僕が減速壁にねぶち当たってしまって、ドロシーのね、SS が無駄になってしまいましたけれども、落ちましたね。お、重心玉。そう、重心玉もね、結構欲しいんですよね今。結構新しいキャラクターとか進化させまくってて、もうなくなっちゃって嬉しいですね。はい、クリアボーナスと、初回ゲットですね。あ、4体落ちた。はい、初ゲットです。ありがとうございます。ジューダスって強いんでしょうかね。まあ使ってる人見たことないんですけど、まあね、ソロでもいけるように頑張りたいと思います。はい、今回、ご視聴ありがとうございました。ラビットハウスさんも、今回マルチ協力していただきましてありがとうございました。ちょっと最後ね SS ミスってしまいましたけれども、はい、勝ててよかったです。はい。
はい、このチャンネルぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますので、ぜひ概要欄から、フォローよろしくお願いいたします。またね。